はいどうも、シューチャンネルの時間がやってきちゃいましたということで、今日はですね、前回アップしてた、金魚の飼育スペースに倉庫を置くって話の続きなんですけど、結論から言うとですね、ちょっと書類上で今つまずいておりますということで、倉庫はねもう買ったんですよ。近所がね決算機で安かったんで、まあお値段20万のね、設置費用がね、まあこれは当たり前にかかるんですけど、物が大きいんで、解体回収費用がだいたい6万から7万ぐらいで、アンカーボトル設置がまあ1万、5、6千円ということでね、まあ、トータルで言ったら28万ぐらいの倉庫で、物が大きいんでね、3割はだいたい、もう設置費用とかに取られるっていう話なんですけど、それがね、ちょっとね、支払いまで終わって、まあ、物もあって、大家さんのね承諾も、まあ、仲介業者さんを挟んでも了承を得とるんですね。大きさ 4.5 メーターの、まあ、2メーターなんで相当大きくて、サイズ的に言った畳の乗数で9畳みたいな感じでね、もう何でももう入れ込めばもう家はすっきり片付くってやつなんですけど、でね、でここまで良かったんですけど、書類をねちょっともらってきてこう、はい、でそのホームセンター側からするとね、これを大家さんにサインをもらってからね施工発注ということなんで、まあ、どちらにしろもらわないと、施工も発注もできないよって書類なんですが、内容がね、住宅改修の承諾書ね、建築物を新築または増築することを承諾しますと、内容がねすごい仰々しいんです。はい、うん、どういうことかっていうと、倉庫はね置くだけとかだったらいい、でも置くだけは許可取ってるんですよね。ただこの承諾書の内容はね、建築物を新築または増築するってことで、要は基礎からもう家建ててもいいし、今ある借家に部屋足しても屋根つけてもいいよみたいな内容になるんで、これはね仲介業者さんからはここまでの広範囲のね承諾内容っていうのはもちろんサインもらえないっていうことで断られちゃったっていう顛末なんですよね。でもこれ出さないとねやってくんないから、その購入したホームセンター経由でね、でホームセンター自体は流れとしてそのメーカーさんにプレハブのメーカー、プレハブというかその倉庫のメーカーさんに連絡入れて、そこから職人さんが来るって流れらしいんでね、まあしょうがないと思うんですよね。全国規模のホームセンターでそのリフォームの看板掲げてるわけなんでね、やっぱこれだけの内容でフォーマットが決まってるから、もうこれは変えられないって断られたんでね、相当ねちょっとブーブー言ったんですけど、うん、わかるんですよ。わかるんですけどね、書類1枚でこうね、今どうしようかなと思っててね。でね、一つはね、ああいう商品っていうのは2畳ぐらいだったらね自分で持ち帰って自分で水平取りしてやるんですけどね、大きいからね、一応その倉庫代だけ払ってね、施工する業者さんは別で自分で見つけてくれば問題ないかなって感じなんですけどね、やっぱプロに任せたいんでね、専門のね、だけそこで今迷ってるのと、仮に見つけたとしてもですね、慣れない業者さんだったらどんな風になるのかわからないんでね、まあね、結局そのコンクリートをねベタ基礎って言っても貼れないんで、まあ、借家なんでね、もう土の中に、アンカーであればそのモルタルを入れて、まあ、ブロック入れてそこに鉄心支柱と這わせてやるみたいな感じで一手間かかるんでね、やっぱねうまい下手がね業者さんによってすごい出ちゃうんでね、そこだけ不安なんですけど、ということでここで引っかかってます。はい、まあね、ね、なんでこんなことになってるかって言ったのもね理解はできるんですよ。こういうのにいろいろ関わってたことが僕も昔仕事でもあったんでね、趣味でもね、要はね、大きいもの2畳程度のプレハブであればね、まあ、詳しい法律的なことは省きますけど、ただ物置として認識されると思うんですけど、例えば車2台分のカーポートであるとか、
それこそコンテナハウスって、まあ、店舗とかでも最近よく出てますけど、トラックの後ろの、あのでっかい箱ね、物箱、ああいうのであるとか、今回購入したようなね、幅が 4.5 の奥行き 2m で畳の上州で9畳分になるような、大きなものに関しては、それは単なる物置とかそういうものなのか、まあ、建築物なのかっていうのが日本の法律では非常にグレーゾーンになっとると、そのためね、こんだけの承諾書をね、相手方が求めてんだろうなと、はい、で今のところね、例えば極端な話、コンテナに住んでる人ってやっぱいるんですよね、うちの田舎の方でも。でコンテナを例えば3個連結するとね、まあ、それなりの広さね、2人暮らしなんか余裕になっちゃうん でそれはコンテナとして使ってるのか、住居としてなのか、はたまた物置としてなのかっていうのがね、すごく曖昧になっちゃってね、だからね、法的な抜け道なんですけどね、まあ、そういうところでツッコミが入ってた時にメーカーさんとかその業者さんがね、あの責任回避するためにこれだけのものをしてんだろうってのは分かるんですよね、分かるけどね、困った、もうスムーズにもっといくかと思ってたんですよね。どちらにしろ私がね、ちょっと9月中ぐらいしかこういう大きなことには関われないからね、もう進めるしかないんですよね。本当ね、持ち家だとね、すぐすんなり行くんですけどね、お金なんか貧乏なんでね、借家で住んでるから、まあ、こういうことになってんですけど、まあ、だからね、今の流れからすると、もう承諾書出さないとしてくれないのは自分で施工業者探して、もうそこに頼むしかないんでね、5、6万でやってくれるとこがあればの話なんですけど、まあ物自体はね、1日仕事もしくは2日仕事って間、私がまあ手伝えばね、人力で2人分ぐらいになるかなと思ってやってもいいんですけどね、今ね、そういう状況でね、困っております。やっぱ自分の土地欲しいですね。はい、もう思います。いろいろ向こうもらってきたんです、これ、リクシルね、こうしたいね、こうね、こう、まあ、ここまで綺麗じゃないうちな、こうしたいんですけどね、やっぱ借家ってね、一つ一つがね、やっぱりその確認しなきゃいけないんですよ、うちみたいなね、まあ、築年数で言ったらもう古民家じゃねえかぐらいのレベルでもね、だけどね、まあね、よくうちのね、チャンネル登録してくださる方、年配の方多いと思うんで、そういうねこともよくご存知かと思うんですけどね、たった倉庫置くだけでちょっとね、こんなね、やり取りで2日間ぐらい時間潰されとるんでね、非常に、めんどくさいということで、現状なんですけどお伝えいたしますと、はい、で、まあ、今後の予定ですよね。本当はですね、庭が広い分、叩き池もね、何個も作りたいんですよ、はい、それこそね怒られるんですけど、うちね、近くは長須か、うち家からね、長須って金魚の生産地までだいたいね1時間ぐらいで行けんことないんですね。でちょこちょこ遊び行っててね、で気のいいおばちゃんとか結構いるんで、その設備見せてもらうんやけども、ああいうのって自分たちで結構作ってるから、もう自分でも作れるんだよね、このまあ置いてね、板とか這わせてさ、まあそんな深くなくていいからね、だからそういうのもねやりたいんですけどね、やっぱ自分の土地じゃないと難しいんですね、まあ、ちなみにね、うちのね、近所よく売りに出てんですけど、まあ、隣組とかね入んなきゃいけないとか、まあ、地の人じゃないと買わない土地なんで、坪単価がだいたい平均で6万ぐらい、で、まあ、うちの今ね150坪だからね、まあ、900万あれば買えるんですけどね、なかなかね、そのキャッシュで買うっていうのが厳しいんで、今ね悩んどるんですけど、でかといって売ってくれるかっていうとね、うち今物件借りてる状態で、相手方からしたら利益が出てる状態なんですよね。だから利益が出てる状態で、ね、物件売るかっていうとそうでもないんで、買うんだったら近所のどっか空き家にするか、でもそうなるとまたちょっとね、畑も作ってるし土も違うからね、条件違ってくるんで悩みどこなんですけど、ちなみにうちの近所なんかは100坪がね、家付きですよ、まあ、ちょっと手直し必要なんですけど、100坪の家が、ちょっとおばあちゃんがね、もう高齢で施設とか行かれたんでね、
あの100坪がね400万家付きで、うん、購入された方もいます。だけどそういう条件とタイミングがあればそういうものなんてね、まあ、都会の人たちから本州って言っておかしいな、本州の人たちから言ったらね、もうずっちど田舎だからね、まあ、そういう状況なんですよ。2000万豪邸建ちますから本当に家建てるんじゃないけど、うん、まあ、そんな感じでね今ね悩んでおりますんで、またね業者さん見つけたりとか、まあ、施工の様子とかね、ちょっと随時アップしていきたいと思いますので、興味のある方はね、あのコメント入れてくださったら非常に嬉しいです。過去はね思ってたんですよね、コンクリートをね、コンクリートっていうかバラス引いて、バラスってあの噴石とか石ね、石敷き詰めてそこにあのブロック塀をね並べてね、コンテナ1台ってだいたい20万ぐらいなんですよ、家のね、家の20フィートっていうこの普通のトラックを引いてる小さめのやつが、それ置いたらもういいんだろうかなと思ってたんですよね、はい。まあそういう感じでちょっと今進めてますんで、どうも、また気長に、お待ちくださいということで、今日はこういうお話でした。どうも。